第11試合パンクラスワールドスラムバンタム級1回戦5分3ラウンド金原正則 VS ジョー・ピアソン。第11試合バッドボーイアバープレゼンツパンクラスワールドスラムバンタム級1回戦第4試合5分3ラウンドを行います。青コーナーチームエクストリームジョー・ピアソン入場。かつて7人の UFC チャンピオンを輩出しました名門チームチームエクストリームからやってまいりましたアメリカジョー・ピアソン。いつもの俺の能力が発揮できれば金原を叩きのめせるだろう。俺には引き出しがいっぱいあるから彼の出方次第でどの引き出しを開けるか決める、そう豪語します。かつてプライド武士道ではあの前田芳郎をわずか54秒で葬りました。47勝17敗1分け堂々たるキャリアを誇ります。 WEC をはじめ独立団体で戦ってきた歴戦の強者ジョー・ピアソンリングに登場いたしました。赤コーナーパライストラ八王子金原正則入場。おなじみ黄色のコスチューム、そして柔術着を身につけています日本選抜金原正則。今年はデビュー10周年の記念すべき年、お前はパンクラスのリングに初めて上がったのは2009年の2月でありました。新井健二を相手にノックアウト勝利を収めた戦国の初代フェザー級チャンピオン。ベルトを失ってから3年、世界を見据えて戦ってきました。金原が見据える世界ワールドスラムトーナメント1回戦の始まりです。青コーナー178センチ、 61.1キロ、 パンクラス初参戦ジョー・ピアソン。アメリカからやってきましたジョー・ピアソン。赤コーナー173センチ、 61.1キロ、 パンクラス戦績2戦2勝、戦国初代フェザー級王者金原マサ。こちら世界の壁を乗り越えることができるか日本の金原正則。向井様より一礼証拠をいただきます。ワールドスラムトーナメントバンタム級の試合を迎えました。すでに日本の中島太一、清水俊一、さらにはマルセロ・セザールが1回戦を突破しています。さあこの3人に続いて1回戦を突破するのはどちらでしょうか。グローブを合わせて分かれました両者。さあゴンが鳴りました。試合の始まりです。布施さん、はい、1回戦で一番の注目の試合と言われてますよね。これそうですね、もう事実上の決勝戦って、ね、言われ方もしてましたからね。はい、なんといってもこのジョー・ピアソン、はい、日本のファンにもおなじみであります。プライド武士道では前田芳郎をわずか54秒で下しました、はい、おーカウンター、左カウンター、一発で失敗した。
すごいシュートですよね、入ってたところに。試合タイムがわずか21秒でした。いや、大井さん、すごいインパクトでしたね。すごいです。この試合は1秒21秒。石渡さん、はい、わずか